問、視聴者質問時間を、はい、俺20分ぐらい取ろうかなとして、でこれも来た質問を上から順番に、うん、答え全部答える、じゃあ もちろん全部答える、いやまあそれは答えられないのはもうそれはしょうがない、はい、人として答えられないのは人として、そう人として人として、その髪型はどうしましたかって言われても答えられない、答えられない、答えられるよ答えられるよこれは、だよ何でも答えられる、もっと早くやってほしかったって、ああそれ何を、質問コーナー、質問コーナー行きます、やってみる、あのね、ただね、これどのタイミングがいいのかな、ここじゃない、でも今入れちゃう、この先に女の本音35分までやって、うん、その後の、うん、あのコーナーが、うん、結局なんかほら稲葉さん来る予定だったから、フリップがないから、フリップを作るつもりだったけど作ってないから、ここちょうど20分間ですよ稲葉電話してこいやしかも多分もう見てないし、多分もう見てないっす、稲葉って出てこないから、稲葉出てこないからね、うん、謝ったからもういなくなっちゃった、ね、おそらく質問、視聴者質問コーナーやる、はい、先に先にやる、先にやっちゃう、はい、おいいですよ、まあ、ここはまあ、あのね、ちょっとね、一個ね、一個用意してるのもあるのもあるんだよね、おう、実は、おう、それを先に済ましちゃおうか、はい、ね、何なになに、何用意してくれたの、なになに、いやいや、ちょっと待ってくれる、はい、待って、まあ、準備があるね、しばしご感想なんですかね、なんか質問のリストみたいな、なんだろうねおじいちゃんトイレ行ったんじゃないよね、おじいちゃんトイレ行った、おじいちゃんどっか行っちゃったみんな、なんで今打ち合わせしてんの突然、しかも川柳が来たよ、稲葉さん、曜日間違え、がっかりだ稲葉さん、曜日間違え、がっかりだ、川柳が来た、稲葉さん公開打ち合わせ、そう、ここトイレタイムだぞって書いてあるよなんか確かにね、2時間ありますんで、なんか閉所恐怖症じゃないんですけど、うん、例えばみんなって車で海とか行くとき渋滞とかに捕まる恐れあるじゃないですか、うんうんうん、そのこと考えるともう頭の中トイレのことでいっぱいになっちゃうんですけど、なりません、ならないあ、もうその動けない状態の時にトイレ行きたくなったらどうしようと思ったの、うん、そうそう、ちょ、そうそうそう、で私授業中もあって、うん、1回なんかすっごい怖いトイレ行っちゃいけない先生の時にトイレ行きたくなっちゃって、うん、で、すいませんトイレいいですかみたいな感じでも行ったんだ、我慢できなくて、なんで行っとかねえんだよって言われてから、うん、それからトラウマで怖いとこ先生の時は行っちゃいけないっていう、もうプレッシャーがすごくて、でもそういうの考えれば考えれば行きたくなるから、ね、よくシャーペンさせてました、手に行きたくない、行きたくない、行きたくない、行きたくないってすごいな、生理現象はしょうがないってね、でもさ、そうそう、子供の頃ってさ、うん、もうそういう生理現象はしょうがないっていう感覚になれないじゃん、うん、やっぱダメだって思うからさ、うんうん、なんか無理だよね、だからもう授業なんか全然頭入ってなかった、だよね、トイレ行きたくなった、あと画面全部にニコちゃんマークずっと書いてるとか、ちょっと怖い怖いちょっと怖いよ、あれほら、あれまさか、何あれ何ケーキ、これがここでつまずいてどうなの、いやーやだやだやだ、燃える燃える、前髪燃える前髪燃える、あほらわーありがとうございます、しかも結婚かと思いきや、いやハッピーバースデーそっち顔面ケーキ用ですね、ありがとうございます、え写真撮りたいね、写真撮りたいね、うん、あ、写メしよう、じゃあちょっと自由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 だよ、本当に、あ、すごい嬉しい、ありがとうございます、優しい、一応あの名誉のために、はい、稲葉からの、ええ稲葉が、え、まあ、金出したの俺だけどお、報告してくれたってこと、あの教えてくれた、まあ、そうそう、あの結婚祝いもあるんだけど、うわ、嬉しい、誕生日も、はい、チーズオッケー、どうする、食べる、そのまま、え、顔面ケーキする、顔面ケーキしない、あ、しない味噌汁だもんだって、え、顔面ケーキするしないじゃあちょっともし食べるんだったらバースデーウィッシュをね、はい、どう、あの、コーヒー入れる、あ、コーヒー、え、そんなに揺れいんですか、ここ、え、カフェなの、ここカフェ、カフェ、カフェ、いや、あのね、しかもおじいさん、ラサンチに遊びに来たみたいになってない、ちょっと待っても出すからみたいな、本当に、じゃあちょっと火を消させていただきます、
え、もうコーヒー飲むの？飲みたい。飲みたい。いい人、いい人。いい人。粉だけだとちょっと。あ、しかもドリップ、ドリップ。ドリップ、ドリップ。コーヒー。どうしたらいいの？これお湯、お湯を上から入れていくんですよ。じゃあ、これやります。あ、いや、いや、お湯じゃあ入れてくるか。コップがないと。コップがない。結局いい人。そうですわ。こうなっちゃいますよ。コーヒー、わーい、嬉しい。てか稲葉さんはさ、豆だよね。豆だね。なんかそういう細かいことさ、覚えててさ。そう、でもやるのは全部ズラさんが用意してる。じゃあ、消しまーす。幸せになれますように。おめでとう、ありがとう。